時間だぜ。はい、せーや、たぶん、せん、たぶん、It's showtime!お前すげえな。俺が見込んだだけのことはあるぜ。しかし悪い、情報よりも強かったな。これは下見をしなかった俺の落ち度だ。どうした嬢ちゃん、顔色が悪いぜ。まさかとは思ったが、こやつはアバリティアじゃ。冗談きついな。アバリティアってのは冒険譚に出てくる怪物だろ。あれだよな、神に背いた罪を負いながら時空を超越して生き続けてるっていう。あの強さじゃアバリティアに相違あるまい。そいつをお前は倒しちまったのか。一体何者だ。これじゃ俺が教えることもすぐになくなっちまうな。まったく頼もしい後輩で嬉しいぜ。ともあれ俺は先に帰らせてもらう。アバリティアが奴一匹ならいいが、もし他にも現れるようなら町へ注意を促さねえとな。じゃあな。あ、後で開拓局に来てくれ。報酬はきっちり払うぜ。あれはどういうことなんだ。ん？どうした？びっくりしたのじゃ！なんじゃ貴様は！今空から飛んでこなかったか？君はライジャーなのか？え？ライジャー？なんぞそれ。この揺らぎはライジャの。いや、でもあなたは何か知っているの。それにしては、うん、決断を下すのはまだ早いか。おいこりゃ、お主何者なんじゃ。さっきからわけのわからんことをつぶやきおって。そうだね、名前くらいは教えておこう。この先長い付き合いになるかもしれないしね。僕の名はメルローフ、ただの放浪者さ。それじゃ。しかし妙なやつじゃったな。よいか、ああいう輩に絡まれても無視を決め込むんだぞ。少々親切にされたからといって気を許してみろ。つけ込まれるに違いないわ。なんじゃ、わしをじっと見て。それよりあやつ、ライジャとか言うておったな。ライジャ、ライジャ、なんか聞いたことあるような。あー、ダメじゃ、思い出せん。とにかくあれじゃ、忘れんうちにジェイクに報酬をもらわれば。行くぞ。おっ、敵だろう。
った。